ジャージーシティ、ジャージーシティ、ジャージーシティは、アメリカ合衆国ニュージャージー州東部、州内第二の都市であり、ハドソン軍の軍庁所在地、ハドソン川を隔てて、ニューヨーク市のロワー,ーマンハッタン大岸に位置する。人口は26万2146人、2014年国勢調査で、西には、州内最大都市のニューアークに隣接する。ジャージーシティは、 ニューヨーク市第六の区と称されることもあると同時に、ニュージャージー州切手の港湾都市である。ダウンタウンは一時期荒廃したが近年では再開発が進み、ゴールドマンサックスタワーをはじめとする超高層ビルが立つなど商業都市として発展している。マンハッタンの対岸という地の利から、ジャージーシティに主要拠点を構える企業も多く、ホーブスなど本社を置く、大企業も増えている。 古くは、この一帯の原野には、レナペ族のネイティブアメリカンが住んでいた。1609年、ヘンリー・ハドソンは、東アジアに通ずる近道を求めてハドソン側、川口のこの地にやってきたが、太平洋につながる航路は見つからなかった。ハドソンは一帯を探索し、先住民と交易を行った後、母国オランダへ帰った。その後、オランダはこの一帯に、 ニューネーデルラント植民地を建設し、1625年にはハドソン川東岸のマンハッタン島にニューアムステルダムが建設され、1630年には西岸に現在のジャージーシティ及び奉望圏となる入植地を建設するための土地がネイティアメリカンから購入された。この西岸の土地に入植が始まったのは1633年のことであった。 やがてレナペ族とオランダ人入植者との関係は悪化し、1643年と1655年の二度に、わたって入植地はレナペ族に破壊され、その一方でオランダ人入植者はレナペ族を虐殺した。現在のジャージー式となる地域には、パボニア、パボニア、コミニポー、コミュニポー、ハーシムス、ハーセマス、パウルスフック、パオルースフック、 ホーバック、ホーバック、アウィーハーケン、アワイアイコンなどのオランダ人入植地が散らばっていた。最古の村は、現在のベルゲンスクエア2660年に創設された。ジャージーシティに現存する最古の家は1742年に建てられたものである。やがて独立戦争が開戦すると、これらの町は、イギリスの支柱に収められていた。 1779年8月19日には、パウルス・フックは、ライトホース、ハリーの異名を取るヘンリー・リーの攻撃を受けた。独立戦争が終わると、アレクサンダー・ハミルトンをはじめとする、ニューヨーク・ニュージャージーの住民は、この地域の開発に力を入れ、街路を整備し、現在のジャージーシティのダウンタウンの石を作り上げた。19世紀に入ると、ジャージーシティは、 地下鉄道のルートの集積地的な役割を果たした。ニュージャージーを通る4本のルートがジャージーシティで合流していた。1820年1月28日、ニュージャージー州法に基づいて、シティオブジャージー、シティオブジャージーがノースベルゲンタウンシップから分離独立し、ベルゲン軍の一部ではあったものの、正式な主となった。 その後1829年と1838年の二度に、渡って市は再組織され、現在のジャージー式という使命になった。1840年2月22日には、ジャージー式は新たに成立したハドソン軍一部となった。ジャージー式は成長し、隣接する自治体を合併していった。1851年3月18日にはファン、ホーストタウンシップを、 1870年5月2日には、ベルゲンシティとハドソンシティを、そして1873年2月4日には、グリーンビルを合併した。これらの合併によって、現在のジャージーシティの地域が確定した。19世紀後半から20世紀前半にかけては、ジャージーシティは、対岸のニューヨーク同様に、港湾都市として、また、工業都市として発展していった。 アメリカ合衆国に入国する移民にとっては、ジャージーシティは初めて足を踏み入れる土地の一つであった。第二次世界大戦前の前世紀においては、コルゲートをはじめとするジャージーシティ市内の工場では、ドイツ系、アイルランド系、イタリア系の移民が多数働いていた。しかし、当時のジャージーシティにおける最大の雇用源は、鉄道産業あった。1911年にハドソン川の下をくぐり、 マンハッタンのペンシルベニア駅に通ずるペンシルベニア鉄道の長大な家庭トンネルが完成するまではジャージーシティのダウンタウンには同社のミナルがあった。ペンシルベニア鉄道の乗客はこのターミナルからマンハッタンに向かうフェリーに乗り換えたり、ハドソン郡内各所やそれ、イエンへと走るトロリーに乗り換えたりしていた。ストリートカーは1949年に廃止された。 しかし移民を受け入れて、繁栄を続ける一方で、移民による事件も起こった。1916年7月30日、第一次世界大戦の最中、ジャージーシティ市内で、ブラックトム大爆発と呼ばれる爆破テロ事件が起こった。連合国に火薬を使わせないようにするため、ドイツ人諜報員が破壊活動としてこの事件を起こしたのであった。この事件は死者7人。 重軽傷者数百人を出し、被害総額は当時の物価値に0ドル2007年現在換算3億6500万ドルに上った。1930年には、ジャージーシティは31万6715人の人口を抱え、ピークを迎えた。1917年から1947年の30年間に、わたってジャージーシティは、 フランクハーグに牛耳られていた。ハーグは敵対者に鉄拳制裁を加える一方で、州知事、上院議員、裁判官を思うままに操った。ハーグは声が大きく、そうやであるばかりでなく、しばしば敵対する者を共産主義者呼ばわりすることもあった。警察もハーグが掌握していたため、ジャージーシティの市民は、ハーグに反することをできるだけ表に出さないようにしていた。 年収がわずか8000ドルであったにもかかわらず、ハーグは億万長者のような暮らしをしていた。ハーグは、ジャージーシティの市内に14部屋のメゾネットタイプのアパートを所有し、マンハッタンの超高級ホテル、ウォルドルフイコールはストリアのスイートルームに泊まり、大西洋岸の秘書地ディールに、宮殿のような夏の別荘を持ち、毎年ヨーロッパ旅行に出かけていた。年に死去した際、 ハーグは1、0ドルを超える資産を持っていた。ハーグが去った後も、ジャージーシティの腐敗は続いた。1970年代に入るまでには、都心の荒廃が進行し、富裕層が郊外へと逃げていく一方で、貧しい労働者層が流入してきた。ジャージーシティは、犯罪率の上昇、市民の不安、政治的腐敗、経済危機に苛なまれるようになった。 1950年から1980年までの30年間で、ジャージーシティの人口は約7万5千人減少した。1975年から1982年の間、ジャージーシティでは労働者の9%にあたる5千人が職を失った。また、この時期には、殺人や強姦など暴力犯罪が急増した。家賃が安かったために新規移民は入ってきたが、 市内のほとんどの地区は荒廃、空き家、空き地下、あるいは放置されていた。1990年代に入ると、ジャージーシティでも再開発が進み、人口と治安は回復し始めた。それまで空き家と化していた建物は改装され、ライトレールが走るようになるなど交通インフラが整備され、荒廃したダウンタウンにもジェントリフィケーションの波が急速に押し寄せた。 環境と治安の回復とともに、マンハッタンで働くプロフェッショナルたちもジャージーシティに移住してくるように言った。特に2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降は、ゴールドマンサックス、ジェイスマンハッタン、リーマンブラザーズ、メルルリンチといった大手金融機関が、ジャージーシーに拠点を置いたり、移したりするようになった。こうした変化により、ジャージーシティは、 ビクトリア朝の歴史的な建物を多く残しながらも高さ238メートルのゴールドマンサックスタワーをはめとする超高層のオフィスビルやアパートが立ち並ぶ植住近接型の郊外都市として生まれ変わった。ジャージーシティはに位置している。市の東をハドソン川が流れている。ハドソン川を隔てた対岸はニューヨークのマンハッタンである。また南には ベイヨンの街を挟んで、スタテン島が浮かぶ。そうした位置関係から、ジャージーシティはしばしば、ニューヨークの第六の区と称される。西には、ニューアーク湾を隔てて、州最大の都市ニューアークが一致している。北には、ハドソン川西岸の交通の拠点となっている。方々県が隣接している。アメリカ合衆国統計局によると、ジャージーシティは総面積54.7。 平方メートル、ミである。このうち 38.6km 平方メートル14.9ミが陸地で1 6 1 k 平方メートル6.2ミが水域である。総面積の29.37%が水域となっている。ジャージーシティの新域面積は全米100大都市の中で最も狭い。そのため人口密度は1 k 平方メートルあたり6000人。 一味あたり1万6千人を超え、アメリカ合衆国の中規模以上の都市としては極めて高い数値になっている。ジャージーシティは、ダウンタウン、ジャーナルスクエア、ウェストサイド、グリーンビル、ハイズ、ベルゲンラファイエットの6地区からなっている。それぞれの地区はさらに細かい小地区に分かれている。それぞれの小地区は、都市美観や建築様式の面で若干異なっている。 ダウンタウンは、市の東部、方々県との市境から、リバキ州立公園にかけてハドソン川沿いに、発展している。1980年代までは荒廃していたが、その後、ニューポートや、エクスチェンジプレイを中心に再開発がなされ、超高層アパートに混じって、ゴールドマンサックスタワーなどのオフィスビルも立ち並ぶ、植樹近接の商業地区として、再生を遂げている。ニューポートは、 かつての創車場をエクスチェンジプレイスはかつてのペンシルベニアエティア土地を再開発したものである。一方、エクスチェンジプレイスの南に隣接するポールスフックはレン作りの歴史的な街並みを保存している。ダウンタウンの西に位置し、ダウンタウンと並ぶ商業中心地であったジャーナルスクエアもかつては荒廃していたが、ダウンタウン同様に再開発が進められている。しかし、 ダウンタウンとは異なり、古くからの劇場を建て直し、中層アパートを中心とした住宅開発を行っている。また、同地区のパストレインの駅には、ジャージーシティ最大のバスターミナルが設られており、市内の公共交通のハブともなっている。これらの地区を取り囲む、その他の地区は主に住宅地になっている。その名の通り市西部から南西部にかけて広がるウェストサイドは、 民族構成の多様性に富んだ地区で、フィリピンやインド、西インド諸島系の雑貨屋が立ち並んでいる。市南部のグリーンビルはかつて、フランクシナトラが住んでいた地区であったが、廃屋が立ち並ぶ通りも多く、ジャージーシティの中では最も犯罪率の高い地区である。特に、ベイヨンとの市境に近いエリアの治安が悪い。ベルゲン・ラファイエットはこのグリーンビルとジャーナル・スクエアとに挟まれた区である。 ハイズは、市の北西に広がる、中所得者層の住宅街で、立ち並ぶ、建物のほとんどは一棟に2から3世帯が住む、タウンハウスである。ジャージーシティは、ニュージャージー州法の一つであるホールクナー法ーの下で、市長制をとっている。市議会は6地区の代表を各1名ずつとワイルドカード2名、及び、議長1名からなっている。年に当選したジェラミア・ヒーリー市長は、 ニューヨーク市長、マイケル・ブルームバーグとボストン市長、トーマス・メニーノの主催する銃の不法所持の撲滅を狙う市長の連盟に参加している。ジャージー式地域の大部分はアメリカ合衆国会員のニュージャージー第13選挙区に属している。このほか、地域の一部は第9選挙区や第10選挙区にかかっている。これら3つの選挙区ではいずれにおいても民主党が 伝統的に強い。ニュージャージー州議会選挙においては、ジャージーシティは、第31、第32、第33の3選挙区にまたがっている。ジャージーシティには、ニュージャージーシティ大学、ニュー、ジャージーシティユニバーシティ、んじく及びセントピーターズ大学、セインツピーター、エスカレッジがキャンパスを構えている。両校とも、ウェストサイドに立地する。ハドソン群。 コミュニティカレッジはジャーナルスクエアにある。このほか、フェニックス大学はニューポート地区に教室を有し、ラトガース大学はハーバーサイドセンターで MBA コースを開校している。ジャージーシティの K12 課ほどは、ジャージーシティ公立学区の公立学校によって支えられている。ジャージーシティ公立学区は、州内に31あるアボット学区の一つに数えられている。 アボット学区とは、学区内の公立学校における教育水準が低く、ニュージャージー州政府によって改善のための資金援助等を受けている学区のことである。その多くは、ジャージーシティやニューアーク、トレントン、カムレンなど都市部をカバーする学区である。しかしそのような学区にあっても優秀な学校は存在する。チャレンジャー号爆発事故で命を落とした宇宙飛行士。 ドナルド・アーウィン・マクニア博士の名を冠したドクター・ロナルド・イ・ー・マニア・アカデミック高校ドクター・ロナルド・イ・ー・マクニア・アカデミックハイスクールはジャージーシティ最新鋭の高校でニュージャージー・マンスリー市では州内316校で最も優秀な高校であると評価た。2007年のニューズ・ウィーク市では全米の優秀な公立高校のリストで第27位であった 同校の卒業生の99%以上は大学に進学し、全米トップクラスの大学に進学する者も,も少なくない。このほか、ジャージーシティには私立の学校もいくつか存在する。1872年創立の大学進学準備校、セントピーターズ準備高校、ショートトーン、ピーター、S、プリパラトリ、ハイスクールは、 ニュージャージー州内唯一のイエズス会計高校である。アメリカ合衆国は全般的に車社会と言われ、ほとんどの地域では自動車が主な交通手段であるが、ジャージーシティは例外であると言える。ジャージーシティに住む通勤者のうち8.17%は徒歩で通勤し、40.26%は公共交通機関を用いている。 この40.26%という数値は、全米の人口10万人以上の都市の中では、ニューヨークに次いでい,いものである。ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社が運営する通勤電車、パストレインは、ニューアークのペンシルベニア駅及び方ー圏ターミナルを起点とし、ジャージーシティを通り、ハドソン川をくぐって、ニューヨークのワールドトレードセンター跡地及び33丁目に通じている。 ジャージーシティの市内には4駅を有している。一方、ハドソン川を渡らない南北方向には地上のライトレールが走っている。こちらはジャージーシティの市内に13駅を有している。パストレインの駅があるジャーナルスクエア交通センターやエクスチェンジプレイス、方々圏ターミナルはジャージーシティの市内、ハドソン郡および 周辺地域を縦横にカバーする路線バス網のハブでもある。路線バスの一部の便はマンハッタンの42丁目にあるポートオソリティターミナルやニューアークにも通じている。ジャージー式とニューヨークとはハドソン側の下をくぐるホランドトンネルでも結ばれている。1920年から7年の歳月を費やして開通したこのトンネルはニューヨークニュージャージー1公社が管理している。この トンネルの長さは、最二2608メートル、東五2551メートルである。このトンネルを通行する自動車の数は1日約9万3000台、年間約3、400万台に達する、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社調べ、2005年、1993年には、国の歴史的ランドマークに指定された。ハドソン側のフェリーも重要な交通手段である。 ニューヨークウォーターウェイ社は、ジャージーシティのニューポート地区をはじめとする、ニュージャージー側の数カ所とマンハッタンの、ワードフィナンシャルセンター、イースト側第11府島、ウォール街、および39丁目の3カ所を結ぶフェリーを運行している。また、ジャージーシティのリバキ州立公園とエリスト、リバキ島を結ぶサークルライン社のフェリーもあり、こちらは観光用としての需要が高い。 ジャージーシティは民族の多様性に富んだ都市である。同市の人口構成におけるヒスパニック系白人、アフリカン、アメリカンラテン系の比率はほぼ等しい。アラブ系住民、ムスリムの比率が全米で最も高い部類に入り、アジア系の住民も多い。また、南西部の諸都市以外ではヒスパニック系住民の占める割合が最も高い部類に入る。また、ユダヤ系、 イタリア系、キューバ系、フィリピン系、ポーランド系、アイルランド系の住民の割合も全米のほとんどの都市より高い。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、体世帯数、収入と家計、ジャージーシティは以下ご都市と姉妹都市定携を結んでいる。 アメリカ合衆国内、アメリカ合衆国外、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。